白川は、かつて、京都落外、山城国アタ郡に属していた、白川流域を指す名称。本来は、白川の南側地域のみを指していたが、後に、北側地域も含むようになり、南側を、南白川、下白川北側を、北白川、と称した。現在では、京都市左京区に属するが、南白川は岡崎、北白川は、北白川に分割されている。 白川は、白川流域のうち、現在の左京区岡崎を中心として、北は北白川、東は東山、南は岡崎もしくは粟田口、西は鴨川に囲まれた地域とされている。白川が形成した、扇状地には、縄文時代の住居跡が残されるなど、有史以前から人間が居住していたと考えられている。保守庄司九十を模型平安遷都直後の白川は、 鳥辺野などとともに、創創地であった。また、淡田口は、大阪関への入り口であり、平安系から、大見国を経て東国に至る、道の起点として重要視された。また、白川上流の東山を越える山中越もこれを、保管する経路として重要視された。ところが、藤原義封が白川に別業である、白川殿を造営して、以後、別業寺院の建立が相次いだ。 藤原道長は、白川殿で、しばしば観王の縁などの式の行事を行い、所流にあたる藤原成時や藤原近藤も白川に別業を設けたとされている。白川殿は、藤原諸種の第二、時の白川天皇に献上される。白川天皇により、諸種実刑の里支援を別当とした、星将寺が造営された。その後、歴代天皇、 皇后によって建てられた五つの寺院と共に、六章寺と呼ばれた、在位の天皇、女院の御岩寺はすべて白川に混流されていたのも特徴的である。また、白川天皇は退後の漢字四年頃に、旧の里支援の総合御所とし、続いて、永久三年に白川泉殿を改築して、白川奈殿を造営。さらに、現永元年には、その隣接地に、 白川北殿を心臓して二つの御所を行き来しながら陰性を行った。白川が事実上の政治の中心となったため、本来は平安京の外であった白川が京白川と称された。だが、自称、樹栄の乱で交通の要所であった白川の地は荒廃し、休民によって御所や寺院が荒らされていく様子が玉葉などに記されている。鎌倉時代に入ると、 白川の中心部は、岡崎と称されるようになり、後鳥羽上皇が上限2年に、白川に御所を造営した際に、岡崎御所と称されて、以後、岡崎という故所もも、この時代には、岡崎の住宅地化が進み、元来白川に含まれていなかった、白川の北側もその地域的範疇に含めるようになる。また南禅寺も創建された、南北朝時代の保守寺の火災も近くの、 民家火災によるとされている。室町時代には、南白川においては、岡崎の故障が定着し、白川という地名は、白川の北側の、北、白川を指すようになっていく。だが、応仁の乱では岡崎が戦場となり、北白川も、目前の東山に、北、白川城が築かれて、たびたび攻防戦が行われるなど、戦国時代の影響を確実に受けている。 その一方で、北白川では水車による精米作業や白川城による花の行商などの活動で知られるようになる。江戸時代には北白川のみをもって白川村を構成し、明治以後もあた郡白川村に引き継がれていく。一方、岡崎は早くも明治21年に京都市上京区に編入されて、京都市の一部として市政確立を迎えている。 明治29年には平安寺院宮が創建されるなど京都市中心部との一体化が進んだ。明治30年に白川村内に京都帝国大学理学部が設置されると北白川もまた学生街としての要素を帯び始めていく。大正7年に白川村は京都市上京区に編入された。昭和4年の京都市の区の再編に伴い岡崎、 北白川は左京区に属するようになった。京都に旅行へ行ったと嘘をつく人が、この白河の地について聞かれ変わぬことだと思い、夜に船で通ったのでよく知らないと答え、嘘がばれたという逸話から熟睡して前後を知らないことを白河よ船という。かつては見たことがないものをさも見たことがあるかのように知ったかぶっていうことの意味にも用いられた。川柳。 白川をよ船で渡る高い引きに由来する。この故事を題名にして、吉本バナナが小説、白川よ船、ね、を発表している。2015年には映画が制作された。ありがとうございます。